このレッスンでは AngularJS というフレームワークを使うとどのようなことができるのか簡単にご紹介します。また、このコースを通じて作るサンプルもご紹介します。サンプルはこちらです。アーティストの名簿ということで一人一人の情報が表示されています。これらは相当をかけることができます。人物情報というのはこの下に書いてある部分ですけれども、名前順。 小順がデフォルトですけれども、高順にも並べ替えができます。さらに、検索もできまして、例えばこの辺にヒラリーさんといるんですけれども、HIL、L まで入れると一人に絞られますね。あるいは、ジェニファーさん、JN で絞られました。このような検索の機能をフィルターと言うんですけれども、付け加えることができます。さらに、誰か一人をクリックすると、 その人の情報が表示され、それから順番に表示する人を切り替えることができます。これらはすべて AngularJS が動的に情報を差し替えています。しかも、今ページが2つあるように見えているんですが、実際にはページはメインは1つです。その中を動的にまた要素の構成を切り替えて、ページが複数あるように見える。そういったアプリケーションを作るフレームワークが アン g ラージ r j s です。今開いている HTML ドキュメントがメインとなる index.html です。スクリプト要素でアン g ラージ r j s のライブラリーが読み込まれています。それから JavaScript ファイルも2つ定義されていて、このタブの中に組まれています。随分とさっぱりしていますね。というのは、この Div 要素に特別な属性のように見えるんですけれども、 この ng- で始まるのは、AngularJS に対する命令の役割を持ちます。ディレクティブと呼ぶんですが、ng-view というディレクティブは、ここをテンプレートで切り替えるということになります。ですから、この中にはいろんなものが入ってくるんですが、とりあえずメインでは、この ng-view というディレクティブを指定するだけです。そして実際にここに差し込まれる HTML の要素ですね。これはテンプレートと、 いう名前になっているんですけれども、別に HTML ドキュメントとして指定されています。ただ、HTML ドキュメントの中を抜き出した形になっていますので、HTML 要素では始まりません。この部分が先ほどの NG ビューのところに差し込まれるということです。そして別のページに見えましたけれども、これが一覧表の方です。一覧表で1人をクリックすると、 詳細ページに飛びました。これがまた別のテンプレートになっています。このテンプレートもやはりインデックスの方に差し込まれるので、実際の HTML ドキュメントとしては、index.html 一つなんですね。それをテンプレートで切り替えるということになります。そして一覧表の方なんですが、たくさん人がいたんですけれども、LI 要素で一つ一つ表示していますが、LI 要素は一つしかありません。 ここもまたディレクティブ、特別な命令で NG リピートとあるんですが、データを JSON から読み込んでいますけれども、JSON から読み込んで一つ一つ取り出し、その一つ一つの情報に対してそれぞれ LI 要素を作って差し込むという、これもまた AngularJS が行ってくれます。そして何か見かけない二重並み格好で囲われた部分がありますね。Name、r e ン、それから この img の要素にも入っていますが、item.shortname。これは JSON から読み込んだプロパティをここで指定しています。JSON ファイルこちらに開いてるんですけれども、配列の形で一人一人のオブジェクトの中にプロパティが name とかショートネームリノーンというふうに指定されています。これらを取り出して、このリストの中にその情報を含める。 ま、ここは名前ですね。それからその、肩書きのようなものです。ファイル名を取り出して、動的にこの LI 要素の中身を構成しているということです。さて、テンプレートはリストとディテールズと二つあるんですが、このテンプレートをどのように切り替えるかということをアプリケーションとして指定しています。これはインデックスの方の ngapp というディレクティブで指定している myapp。 これが全体をコントロールするメインのアプリケーションの JavaScript の指定になります。app.js の方で指定しているんですが、この myapp がそうですね。そして、その中で今、テンプレート、リストとリテールズがあるんですが、それぞれをコントロールする、コントローラーと呼びますけれども、リストコントローラー、それからリテールズコントローラー、テンプレートに対応してそれぞれ定められています。 これはまた別の JavaScript ファイルになっていまして、コントローラーは AngularJS のメソッドコントローラーというもので、リストコントローラー、それからリテール i コントローラーというものが定められています。その中で、例えばここですね、データ j s o n この JSON データです。これを読み込んで処理を行いなさいということが指定されています。こちらもその部分は同様なんですけれども、 JSON データの読み込みと、そして読み込んだものをそれぞれ、AngularJS の方で要素として差し込み、必要なデータを埋め込むということができるわけです。このレッスンでは、AngularJS というフレームワークで、どのようなことをどのようにやっているのかということを簡単にご紹介し、コースを通じて作るサンプルもご紹介しました。